あ、やっぱり松崎町、ここからじゃないかな。この辺りがちょっと尾根になってて、地域を分断してるんで、明日がなんて、そう、伊豆トレイルジャーニーっていう、あ、トレイルランの大会かな。こんにちは。あ、すいません、非常に失敗します。さっき伊豆の踊り子、あ、なんか来た。安全運転誓いの塔。今ですね、今の車の前の方にエンブレムがあったんですけど、損害保険号って書いてありました。損害保険号、号って号店号の号みたいな。損害保険って名前の車体なんですかね、あれは。それともなんか別の表現なのかな、別の意味での号なのかな。んか、そう、ドップラー相当だっけ。そう、今ちょっとほど走ってました。寄付された、損害保険の寄付でっていうことなんですか。おー、あれくじ、あー、ちょっとあまり意味ないけど、脇道行っていこう。あ、温泉郷って書いてありますね。花とロマンの里、松崎温泉郷よ。で、足湯ってのはどこにあるんですかね。まあ中心地まで行ったら分かるか。今16時だから、まああと1時間ぐらいこの辺りでゆっくりしてても大丈夫だな。まあ旧道なのかどうかよく分からないですけどね。まっすぐはこれ伸びてないんで、この道。あ、硫黄の匂いがした。足湯、ゆっくりしていってね。お宿は内陸に6キロぐらいいたところです。大鍋越えっていう林道に向かって登る入り口のあたり。ん、あ、なんて、ん、何何、足湯で少なくとも放送しながらこのいろいろ喋ってるのが周り聞こえてよくないですよね。あと他の人が映るのもよくない。あと今子供たちに私の話し声を聞かれたからには忍者スレイヤー的には消さなきゃいけないような。全身、なるほど。ん、あ、大沢温泉って言うんですか、この辺り。なんか虫が這ってるように見えた。ああ、なかなかいい裏道でも電波来てないっぽいな。なんか飽きてるか。レストランサルーテ、あ、足の場所の話だったんですね。サルーテか、カタカナでサルーテかな。ジャージで、あれは部活動とかかな。そう、内陸入ってサルーテですね。サルーテ、宿、混浴のあるとこの先ですね。混浴のあるとこ、なんだって。乾杯。何何何、サルーテ、ダメだな、どうしても変換がサルーテになるな。あ、結構内陸の方ですね。レストランサルーテ。ああ、じゃあロボさんが混浴に反応。こんにちは。影に頭から角、昔超熱い足湯があって、が超熱い大会みたいになって。なるほど。あれですね、足湯はなんか宿に向かう途中ですね。ちょっとじゃあもうちょっと松崎の街中をぐるぐる回ってみるか。
ちょっと宿に直行するにはもう少し時間あるんで、ババア、あんた最低、あんたリアルで初対面でババアとか言えるのか。言えるっていうのはなんか言うことが前提になってるからな、言うのかかな。お嬢さん、それも両極端すぎっていうふうに私があの過剰反応するでは あまり言わない方がいいです。すべてがあの周りにこれ聞こえておりますから、本当に聞こえてるんですから、皆さんも自覚を持つように。なかなかあのこの読み上げは語らないコミ、いや、あのこまめに拾っとかないと、目をつんでおかないと。普通こういうのってあの、なんだっけ、何ミキサー、オーディオ、まあなんとかミキサーで周りに聞こえてないけどその放送に載せるっていうのが一般的なんですけどね。私はあのイヤホンをつけてないですよっていうのをアピールするためにスピーカーに貼り付けた100均スピーカーからあの本当に鳴らしてます。やっと反射会派、反射会ってそんな大したもんですか。なんかサブカルとかの方がイメージ近いんじゃないかな。サブカルチュア、チュアじゃない、サブカルチャー。うん、ボスバーがあるぞ。なるほど、実用的な情報ですねそれは。港の方ちょっと見に行くかな。じゃあああ、そうですね、待てよ、日暮れの時間は何時だ今日は。17時46分、ギリギリすぎ。ちょっと夕日見られないな。少し色がついたぐらいの時間ですか。正常。前ここで何か買い物したな、トイレも入ったな、ラジオ通り、それしかいないんか。結構そういうネタが好きなんですよね、海鮮活動。うん、確かに。まっすぐ行ったら港ですよね。行ってみようかな。うわっと、今配信のパソコンが入ったウエストバッグを思いっきり電柱にぶつけた。大丈夫か。鼻はあの今日はなんか鼻水が妙に出ますけどね、大丈夫です。よっと、畳の畳屋さんって書いてある。畳好きだもんって今のくまモンか。くまモンってどんだけ日本に浸透してるんですか。でも確かフリーで使えるんですよね、くまモンは。だからどこで使ってもいいのか。昔は悪だったの、昔は。あ、そうか、イグサ熊本、なるほど、そうだそうだ、イグサ日本一は熊本でしたよね。あのオラ熊本さ、イグダのイグ、イグサだっけ、水曜どうでしょう、覚え方を言ってた。ここにもイズトレイルジャーニーの登りが。お茶は静岡。そう、お茶は静岡。本当に静岡お茶畑多いですからね。さっきからあの人私尾行してるようになってるけどな。ここよし、それた。世界の中心で愛を叫ぶのロケ地だよな。そう、世界の中心でって見たことないんですけど、有名なドラマなんですよね。お、松崎でやってたんですか、ロケ。ロケーション。そうそう、セカチュー。私はそれとなんか世界カメラが頭の中で一緒になっちゃってて、わけわからんことになってます。部屋の中心で部屋を叫ぶ。部屋を叫ぶ。ああ。何が大阪？セカチュー。なんかこれはどうなってんだろう。お。ああ。なんか海岸が、ん？どっから入れるんだこれ。オナチュー。オナチューはエロい意味じゃなくて、あの同じ中学校って意味ですかね。パソコンリサイクル。うわ、ブラウン管モニターだ。やっぱり古いやつだとこうなるよな。自分で扉開けて入るんだよ。ん？扉開けて、ん？扉開けて、あ、これですか。リサイクル、ジャイアンリサイクル。リサイタルといったらジャイアンですよね。iMac、 あ、あったな iMac。 あと iMac もどきありますよね。 iMac もどきのなんて言うんでしたっけ、あの、iMac もどき出してたのはどこだったっけ。
E なんとかっていうとこじゃなかったかな。 E なんとか、あ、ソーテック、いいじゃない、ソーテック、そうそうそう、あの、アイマックもどき、あれ、さっきの人どうやって入ってたんだ。 E アイデム、ピオニアだけダメなんですか。ピオニア、パイオニア、ソーテックでしたね。てか、ソーテック言い過ぎ、なんでソーテックにそんなに、やった、途中から面白がって書いてるやついるだろう。よいしょ、ちょっと怖いな、こりゃ。今日もこの自転車すでに1回落としてるし、いいよと。でも今日のあの転げ落ちた時に荷物が水路に落ちなくて本当に良かったです。空いてましたね、海出た。なんかな、これ何か今作業中なんですかね、砂をどうにかするような。手前はなんかあの砂が盛り上がってて、奥の方は砂がなんかちょっと石が混じった感じになってますね。一応あそこにあるのはリゾートホテルなのかな。なんか作業してますよね、これ。ウミガメどうだろう。え、いつもこうなんですか。なんかちょっと若干殺伐としてますね。プライベート。ボーサーミ。ああ。じゃあこれはこれ以上なんかその砂が偏らないためのものなんですかね。偏らないとか、こっちに侵食してこないようになのかな。もう十分来てるけど、とりあえずこのテラスを守るために。ああ、白浜って、あの白浜温泉って、紀伊半島のあそこは和歌山県ですかね。そうそう、白浜温泉行ったら本当に白い浜だったよ。で、ボケとして、ん、どこに砂浜があるの。砂浜の砂が飛ばないように防護柵、やっぱりこっち側に来てるのが本当は意図しないところなんですよね。もっと向こう側に繋がなきゃいけないんですよね。海からどんどんこっち側に来るのかな、砂が。で、で、ん、伊豆の話、あ、白浜っていうところありましたっけ。白浜も白い砂浜でしょ。ああ、そう、白浜ってありましたっけ。畳みたいな動き、どんなんだろう、畳みたいな動きなんですよね。で、ちょっと風が強くて、この砂が今のこの風紋の上を砂がザーッと移動したのが見えたんですけど、皆さん見えましたかね。見えないよな。この砂丘的なやつの表面を今砂がザーッと移動しました。ん、何して、あと松崎といったらどこまでいいかな。まあいいや、適当に街中回ってみよう、時間あるし。会場でみんなそこで休憩してるよ。ん、会場、会場、足湯、そうそう、あ、足湯はですね、この街の真ん中じゃなくて、今日これから内陸の方に向かって、宿に向かって走るんですけど、その途中にあるみたいです。この街中じゃないっぽい。ん、超なんとか美術館。あ、でも美術館、中配信できないですよ、基本的に。この間、市営の水族館、なんかあの、こじんまりとしてるくせに、やたらいろいろな生き物を飼ってる水族館があって、そこではお願いして配信させてもらったんですけどね。私自身が今日じゃないや、超興味あったんで。うわ、目線が低い。あ、本当だ、目線低い。ありがとうございます。あれ、今どこでずれた。あ、生かけばありましたよね、松崎は。どっかに観光看板かなんかないかな。まあでもそんな大きな市街地でもないんで、回ってれば。あれ、さっきずっと下向いてました、今まで。一体いつから。あ、今ここ港ですよね。あ、園長じゃないんです。さっきあの延長失敗してしまって、結構、おお、うわ、すごい顔してるな。なんかあのマフィアのボスみたいな、目のクマがすごい感じの猫が、だいぶ年寄りっぽいですね。今日は暖かいから、でも体調悪くても楽なんじゃないかな。
猫こんにちは。猫のクマがすごい。あ、魚博物館ってのありますね。食べない食べない。まだこっち見てる。猫なんか欲しいのか。やらないけど。魚剥製ギャラリーってのがありますね。これのことですかね、美術館では。違うよな。たこ焼きですか。これはほうぼうですよね。たぬきと、あ、この中なのか。魚はハブ、ハブ、そうそう、ほうぼう。ああいう形のやつで、能登半島で、能登半島にいたあれなんだっけ、そうそう、バナナとワニ、バナナとワニ、バナナを食べるワニがいる。なんだっけ、赤、入江町八尾島、違う違う、シシッポだ、シシッポ、そうそう、あのシシッポっていう魚、あのホウボウみたいなやつがいるんですよね。で、あの、ほぼ私はシシッポのネタを単に全国的に知られてない魚の名前ってだけで何度も言ってますね。特別な魚ってわけじゃないんですけどね。おお、そうそう、シシッポっていうひらがなで書いてあったんですよ。スーパーで売ってました。お、こんにちは。ぬるぽ。が。おお。密漁するなよ。密漁、何を。ウニとかだったら、そうそう、さっきの話をしてたのは能登半島の話です。シシッポっていうローカル魚がいて、図鑑とかだと金頭っていう名前なんですけどね。でも結構美味しかったです。道の駅の定食にの中に出てきたんで。これでぐるっと回って橋渡った。トラさんですか。今どこに、これどこにいるんだ。伊豆、去年行きましたが、すごく海が綺麗ですよ、ね。うん、海が、あ、ナマコ壁だ。そうそう、これ、西津は海綺麗ですよね。駿河湾が。今日は泊まるんですね。そうですか。うん、今日泊まります。ここから内陸に6キロぐらいのところにいたところにある宿です。 BB ロード、 BBROAD という名前の宿で、あ、ここか、浜町橋。ナマコ壁ですよ、ナマコ壁。近すぎてちょっと俺写真が撮りづらいな。あ、やった、今夜はペヤングだ。ペヤング、違う違う違う、今日はあの伊豆の地元の食材を使った食事がいただけるはずですよ。この橋渡った方がいいですか。そうそう、これなんでナマコなんですかね。同じ名前でも違う魚刺すことがあるね。あ、笑い、ナマコ壁、ナマコ壁、確かに。これなんでナマコなんですかね。全然ナマコっぽくないですよ。黒くもないし。地魚いいね。ん、地魚、あ、地魚か、地魚ですね。ん、どこに行った。今日は西名峠っていうところ行ってきました。金目かな。金目か、どうだろう。金目はなかなかお高い魚だから、あの、高級な旅館とかじゃないとってこともないかな。どうだろう。まるで京都のところは高級じゃないのかのような。あ、もう枠割りですかね。で、橋渡ると、今は町の外側に出てしまいますね。ちょっともうちょっとぐるっと回ってみていいですかね。金目どうだろう、旬かどうか私わかんないです。あと、この橋はどういう、別料金、時価とか。あ、でも船盛りとかは確かに別料金でありますね。うん、夕飯は、配信は多分できないかなと思います。他の人と一緒に食べるだろうから。お疲れ様です。あ、今旬なんですか。お疲れ様です。松崎着いたの。うん、着きました。松崎、お疲れさん。松崎なんかあまりぐるぐる回ったことないな、そういえば。ナマコみたいにもっこり、あ、ここにもナマコ壁っぽいやつが。気をつけて、体に気をつけます。影が見えたか。この川は川のり取れる。あ、川のり、そこ右折。うん、右折、これをていうのは、どこにそれは誘導してるんですか。あ、こんにちは。うんですかね。あ、こっちもナマコ壁だ。橋を渡れ。
そこに観光案内所が。あ、観光案内所、なるほど、了解です。じゃあそっち行ってみるか。で、なんか観光案内人みたいな人が角に立ってますね。でもないかな。いや、延長じゃないです。延長かロスタイム。ロスタイムじゃないですね。のどかが配信が終了しました。終わった。観光案内、番があるんだっけ。その前まで行ってから配信始めよう。わあ、かっこいいな。かっこいいなっていうか、なんでガンプラが、しかもネタガンプラが。枠が止めたよ。あ、イソヒヨドリ。あそこにいる。あれが2、3羽固まるとえらくうるさい。キャロボさん。ちょ。こんにちは。こんにちは。おー、風強い。いらっしゃいませ。上り速度上がれ。上がった上がった。 OK ですね。で、さっきあのコメントで観光案内板がこっちにあるというんで橋渡ってきました。渡ってきましたら、なんかこんなのが見えますか。なんかネタガンプラがなぜか酒屋さんのウィンドウに。あれはエヴァンゲリオンがボードやってますね。下ではなんかグフカスタムっぽいのが好きみたいなのやってる。面白ガンダム店内にも展示って書いてありますね。これなんだろう、若旦那の趣味とかか。あとゴグがなんか放火物していい味出してる。これは店だから多分店先っていうのかな。このショーウィンドウ的なところを映しても大丈夫だと思って今やりましたけどね。で、この店構えがまたすごいんですよ。この店の中のウィンドウにあれがあるわけですよ。どうですかこれ。この店構えもなんか相当古い感じで。ロボがロボットの写真を撮る。ロボットのガンダム養殖。あ、なんか弁慶ドームみたいなのもいるな。これは取材したい。わらわら。取材か。私酒買わないしな。酒屋。酒買うんだったらなんかそれに絡めてやっても良さそうですけどね。これビートルズかな。コンクリの酒屋。あとこのこれは猫。トラッカー。猫、猫だよな。ソフトドリンクで OK。 ソフトドリンクか。南岡通り。アリーロードがここ。南岡。あとネズミが。これどういう跡なんですかね。檻の中に。そう、檻の中に。いい、トラ。トラ、猫かな、やっぱりあれは。進化の。猫からネズミから人間になるのか。いい、熱海のアビーロード。ん、熱海のアビーロード。ここですか。ヘチすごい。なんだろうこれ。アビーロードで行っていきます。
アビーロード、アビーロード、杭の固定。すいません、今全然分かってないです。酒屋さんの一部なのかな、これは。そこ酒屋じゃない、酒屋なんですけどね。ビートルズ、アビーロードですね。ビートルズのアビーロード、あ、ビートルズの写真、写真の写真というか、なんかそのアルバムのことなんですかね。ビートルズのアルバムの、でこれかな、観光案内的なやつ。松崎歴史の散歩案内図、観光案内所、これか。案内所がありますか。写真なんだ、わら。あ、観光協会は、あ、そこにありますね。左側でいいのかな。アルバムの、なるほど。あれか、あのクロマティ高校のあれがパクったみたいな、ああいうやつか。違う、あれはクイーンだ。道路標識。そこの角を右折。あれですか。あと右折して左側、了解です。うん、なんかあのステンドグラスっぽいのがあるあそこですよね。確かに、なんか珍しい付け方してますね。松崎誠か、かっこいい。かっこいいですね。空中標識。で、ナマコ壁通りが今、ナマコ壁通りがどれだ。が、観光案内所の少し向こうあたりか。まあいいや、適当に行こう。ここですかね、観光案内所は。おお、こんな施設あったのか。あ、ここにも足湯が、ちょっとじゃ あのパンフレットあったらもらってきましょうかね。非交換好きだな。じゃあちょっと皆さんには壁を見ていただいていて、あの浮かずに道路の方を映していると私がいない間にいろいろ映ってて、後で動画編集するのが大変なんですよ。だからあなたたちはこれを見ていてください。ナマコでもない壁を。ボード。とよし、紙もらって、あのパンもらってきました。って、あ、風が、あ、地図が、おかえり、戻りました。よいしょ、ウィンドガー、そうですね。風強いんですよ。まずナマコ壁通りは一つ向こうの通りですね。やっぱりナマコ壁通り。ちょっと近藤平三郎商家。アルカロイドの研究員に、アルカロイドって植物毒ですよね確か。ナマコ壁。これか。あ、これか。多分これですよね、ナマコ壁通り。それとアルカノイドの方が。これですね。片方っていうか、これ一つの建物じゃないですか、全部。すごい、なんか、あれ？へこんでるように見えるのは目の錯覚か、あれ。あ、目の錯覚っぽいな。右手に足湯。あ、あれか。押していこう、自転車は。おお。騙し絵です。そう、へこんでるように見える。
そうそう、ググレット。いやいやいや、盛り上がったですね。新しいところとの差はすごいな、これ。新しいの中こんな状態で、足湯ってそこですかね。ナマコでも白いですよね。あ、なんか書いてあるっぽい。温浴はここですか、あれ足湯じゃない。ナマコ壁の由来は書いてないか。ナマコ壁は黒いところ、上は瓦ですね。途中は何だろうな、ん、何が必要ない。ナマコ壁は、保温防湿防虫、火災盗難予防、ナマコ壁は保温防湿防虫火災盗難予防、保温はなんか、あの、すみません、保温からいきなりつまずいてるんですけどね。なぜ保温になるんだこれで。あと盗難予防もわからない。リウマチにはナマコ壁は効かないと思う。ナマコですねって保温。中はひんやり。この構造がなんか、それなぜそうなのかよくわからない。そう、お人でこれ、あの、あれ落雁みたいですよね。燃やしやすい。黒いところ瓦。ああ、あ、放熱効果。盗難予防がよくわからんな。そうそう、落雁っぽいですよね、ここの壁。役場で。で、あ、足湯ぽく見えるけど足湯がないですよ。とりあえず、あの、足出してもいいんですけど、ここで。できました。すごい本能だ。壊せないから。好きな、いや、落雁そんなにちょっと苦手。いやいや苦手。あの、湯張るとか張らないとかいう話じゃないっぽいですけど。ここかな。それともここじゃない。それから時期だけ、寒い時期だけなんか、あの、そこに浴槽的なものが持ち込まれて足突っ込むんですかね。どう見ても足湯の跡っぽいのあれだけどな。なんだろう。あ、なんか埋まってる人が。セルフ。湯をセルフでってこと？これ普通の民家の庭先なのかな。アグネス。トイレか。ああいうのなんて言うんだっけ。鼻つみか、鼻つみか。あっちも生コ壁ですね。盗撮って、銅像に対して盗撮って言い方するのか。鐘楼門があるけど金は入ってないですね。あそこだいぶ古いな、これ。鐘楼門の鐘なしで、これが今生コ壁で、あとなんて言ってたかな。さっきの、あの、橋渡った反対側のところにもなんとかって言われてたような。あ、そう、カメラヘルメットついてます。どういうふうについてるのかっていうのは、枠説明の中の詳細はこちらっていう私のホームページでのリンクがあります。うん、お墓、ん、お墓、あ、そうですね、確かに。経度回転書庫、この経度は文化7年、当時松崎町出身、松崎町出身の彫刻師石田半兵衛によって創建立され、ババウゼ、まあいいか、このスライム野郎。ん？ GoPro は輪ゴムで止めてます今。そう、詳しくはネットで、私のホームページで。綺麗。この状態。このスライム野郎。彫刻ライン。
これには書いてないな。てかこの道がメイン国道ですかね。ベル、いや、あー、うん、確かにベル必須かって言われると私はそうじゃない気がするんですよね。どこ行こうかな。やっぱりさっきの橋渡ったところかな。自転車なら、うん、まあそうですよね。そうそう、私の。どうですかこの優雅な音。どうすればいいの。長橋美術館か。あ、なんか美術館っていう話ありましたね。でどこにあるんだろうな。いや、どっちしろ今のは入る気ではないんですけどね。ああ、長橋美術館あっちの方ですね。長八記念館と長八美術館っていうのがある。優雅。どうですかこの音色、音色。まあとりあえずこっち側からぐるっと回ってみようかな。足湯はないですよ。足湯なんてないですよ。何言ってるんですか。足場が頑丈な鳥居。私はこの鳥居の形式の名前が気になって仕方がないです前から。で、あとここは精霊の森だよって書いてありますね。怪しい。だよとまで書かれるとなんかすごく騙されてる気になる。ここは何々だよって言われると素直にそう受け取れないようになってる。もうこのご時世高い話はいいか。あ、5時まで、あと10分ですね。名水ですか。名水は、あ、でもちょっと面白いな。というのが形、あとあの左右非対称の鳥居の形も気になるんですよね。よっと、うさぎだ。あのちょっとアスキアート、兄ちゃんのアスキアートっぽいうさぎだとかいう言い方失礼か。なんでこのこういう体型なんですかね。そうそう、ほらここは精霊森だよって書いてある。タヌキが書いてるよ。タヌキやっぱり怪しい。あとこの下から出っ張ってるのは何ですか一体。タヌキってことはあれか、それとも尻尾か。ふぐりかな。タヌキだからな。玉島。で、千年の大いちょうっていうのがどれだ。あれ見当たらないですね。あ、よく見たらこのなんていうんですかね、この看板の上もこれ鶴になってますね。なんかすごいなここ。あ、中にもいっぱいある。標館というか、うん、これはいいふぐりですね。稲下神社、神社だから多分中入っても大丈夫ですよね。あ、水、手水、これは手水だからあれですよね。なんかその名水とかいう意味ではないですよね。で、あ、亀だ。しかもこの後ろから苔が生えてるタイプの亀だ。確かそういう種類の亀本当にいますよね、苔が生えるやつ。耳流水口。あ、なんか電球が入ってる中に。これ夜光るのか。耳、ここにも耳がある。耳こ、あ、これなんて読むんだっけ。水金か。水金の調べを楽しみください。なんかすごいな。なんか神社でこういうのがあるって。あそこにも電球が埋まってる。なんかいろいろその犬、うん、わかりやすい犬って書いてある。しかもこれそんなに最近のものじゃないですね。結構年数経ってる。神社だから大丈夫かなと思うんですけど、どうですかね。
すごくね。じゃあこれ多分一人で全部作ってるのか。あ、銀杏があれか、あれですかね、千年のイチョウっていうのは。趣味的にしてもすごいですよね。自転車で一応押してはいるんですけどね。これもウサギ、いやキツネか。あ、梅の花が散って綺麗。あと下にもなんかいろいろ書いてあるな。すごいですねここ。怒られた。あ、あれ買えるかな。夜中に。でも本当になんか目に電球が埋めてあるポリスがいるんで、夜目が光るのがいそうですよ。小枝ちゃん誰？でもすごいですねここ。何十年前からこういうの作ってるんだろう。ムラムラしてきましたか。こんにちは。こんにちは。私はイカ娘ではありませんが。お昼はうどんだったの？お昼はうどんと、あとおにぎり1個分というあのお茶漬けをいった。いただいてきました。今日はキャンプじゃなくて宿です。 BB ロード。あ、この前見たのはどっかで。どこだっけ、鹿児島かどっか。今の理解。ほらこれも、これこっちはウサギだよなきっと。うん、5時ぐらいになったらって。もう5時か。もうそろそろ向かうかな。あ、あそこに文字って名前が、文字って名前じゃない、餅っていう文字が。ここはあのさっきの美術館じゃない方、長八記念館というところですね。あと伊豆の名所って書いてある。伊豆の名所か。いや、花粉症なってたまるか。宿、そうですね。あ、桜葉餅、桜葉餅。さすが松崎町。桜御堂の桜葉餅。日本の香りを代表する道明寺の松、あ、道明寺の桜葉餅。午前中に今日草餅食っちゃったからな。午後も食わないとバランス取れないよな。あと川のり入荷しましたって書いてありますね。多分やってると思いますよこれ。しぐるお土産センター。あ、待って待って、切れた。どうだろう、単品で売ってるかな。ちょっと見てきます。愛のメモリーのクド買いましょう。愛のメモリー、今日は宿で充電します。ゆずき、うわ、やっと。そうそう、桜葉売ってたら買おうかな。
パスも割り切れてますか。パス詰めも8,000円ぐらいだった。マイク忘れてた。マイクご指摘ありがとうございます。まずどこから言い直せばいいかな。あの桜の葉っぱの塩漬けの生産は今でも日本一なんだそうです。で、あの今日は午前中でも桜餅の単品売り切れてしまって箱詰めのしかないので、明日の朝はあの8時半か9時ぐらいからやってるんだそうです。ダムキラーというわけで、もうそろそろ、あれなんか映ってました今。マイク忘れるくらいの直売所あります。さてじゃあもう一遍ぐるっと回ってから行こうかな。そう、私餅が好きでと、餅好きであることは名乗りました。よし、明日来るか。あと他になんか桜餅の店ってのあるんですかね。あとはこれから6キロぐらいなんで、次はここまで行くかな。よっと、もう一遍ぐるっと回ってから。ああいいな。宿がですね、電波あのフォーマーエリア外なんですよ、地図上は。箱買い。ミスターのあの甘いもの食わされは、あの甘いもの嫌いじゃない人であってもひどくないですかあれ。あのあんだけ大量の砂糖一度に体に入れて大丈夫なのか。それ言ったらあの、対決レッドでしたっけ、あれもひどかったですよね。いや、レモネード、あ、レモネードもかなり入ってそうですね。安田さんがリバースしたり。ここも生壁ですね、新しい。でも防犯っていうのはよくわからない、なんでだろうな。魔除け的な意味か、防犯。そう、白壁というか生壁って言われてますね。さっきと同じとこです。もう一遍ぐるっと回って、かもー、なんか魚が跳ねた。でそっち行って、ババアの町、最低だ。ん？孵化されるのを防ぐ？何が？お。ゲームコーナーないです。中川、逃げろ。定時だ。お家に帰りましょう。何聞き入ってるんですか。いや、あの昔のパソコンの X1 っていう、 X1 というパソコン用に出てたゲームのボルガードっていうののオープニングにちょっと似てるなと思って。何の曲？何の曲なんですかね。ちょっと反響でよく分からなかった。あれは中学生か高校生かな、スタッフ。そう、さっきこの辺りも案内されたんですよ。ベビーソフトか。ベビーソフトでしたっけ、よく知ってますね。またババ和菓子屋か。見落としたかな。おふぎ、うなぎですね、おふぎ。あーて、なんてなんて、クルズカいらっしゃいませ。嘘つけ嘘つけ、つまり嘘をつけて命令です。今のは神社入ってないですね。なんだろう、柳原良平ギャラリー。あのトリスの絵の人だですよね、この人。トリス、トリス。とクルーズから嘘つけ。てかもうあなた嘘ついてるからもうつかなくていいです。これ以上、これ以上罪を重ねなくてもいいです。じゃあこっち側回ってから宿に向かうか。風強いな。うちやの東京から。あ、もう少し先と和菓子屋さんがですか。
了解です。お、なんかフランカーみたいな迷彩のガイドが。自転車直そう。自転車、いや、これ別に壊れてないですから。自転車配信クルーズから。いらっしゃいませ。また嘘つきが来た。この嘘つきが。いずれ壊れます。うん、まあいずれ壊れますね。イオンはしてないの。これはイオンのうちに私は入らないです。私の頭の中だと。ジジイ、俺たちは嘘を信じられているんだ。秋潮の激し風浮く、風吹くか。大丈夫なの？カフエかな。なんて言えば、とりあえずあのジジイとかママとか言ったらスライム野郎ですね、そいつは。カッパじゃないのか。痛く、笑。やった。あれ、結局和菓子屋さん見つけられませんでした。見落としたか、また。松本ん？あ、お疲れ様です。もう終わりか。ジジイとか言ってられるのも今のうちですよ。あ、ここにも桜葉餅あるな。おお。まあでもさっきの店で明日来ますって言ってしまったからな。こちらは梅月園さんというところですね。あ、人気ドラマ富の松崎ロケ地マップっていうのがある。さびれた町。結構ですよ、さびれてても。おお。お疲れ様です。結構店集中してますね。あ、あれも初めて見た。トミートマス様です。トミートマス、何が。リチギのロボさん、オツでした。食べ比べよう。この町は食べ比べもありかもしれないですね。あれ、ピエロが何を掲げてるのかな。銃か。竹比べ。おお。じゃあここで枠取っていきますね。金魚いますね、よくご存知ですね。カメラ、金魚います。カメラ、地震、ここはどうなのかな。で、ロスタイムが1分ぐらいあるんですかね、これ。うん。腰の張り出し、笑、でかい。あれはなんていうのかな。パンツが見えるぐらいまでずり下ろして履くタイプの履き方か、あれは。今時の。ロスタイム30分。配信が終了しました。終わった。こちらは。聞こえん。分からん。あ、トレイルジャーニー。36号線は枠が取れたよ。あー、ダメだ、聞こえん。通行止めはないか。謎の清掃。キャロボさん。よし。和骨。5時半から。聞こえん。そこ止め。よいしょ。よし。なんかトレイルランの大会のために道が通行止めになるっていうアナウンスが流れてます今。ワクオツちゃんです。いらっしゃいませ。よし、じゃあ行きましょうか。いや、足湯じゃないこれは。よっと。今日は朝からやってたんですか。今日は朝やって、昼間はちょっと電波なくて、で、峠から下ってくるとこからまた始めました。手作り、手作り。基本的ではないです。昨日からじゃないや。今日から明日にかけてやるのかな、あのトレイルランは。さっきスタッフって人が、高校生ぐらいのスタッフって書いた女子が、道の角に立ってたので、
午前5時半から5時半から9時半まで明日の朝。焼肉屋あったよ。焼肉屋ありましたよね。うん、ファミリー焼肉。あそこから流れてる。ご協力をお願いします。お、なんか人が、あ、ここ会場っぽいな。違うか。セカチュー、私セカチュー知らないもんで。そうそう、スタッフ、あー、ここがスタートゴール地点かな、かな。つまり明日の朝からスタートするのかな、これ。うーん、ノースフェイスも協賛に入ってる。おー、松崎タウンで、それは犬吠埼行った時か、チャイナタウンは。あ、こんにちは。これは、明日の朝から出発するんですか、皆さん。明日の朝6時に、ええ、新しい港が向こうにあるんですよ、ええ、国道沿いに、ええ、そこからスタートです。あで、山をずっと。じゃあこれゴールではないんですか。これがゴールっていうわけではなくて、ゴールはね、修善寺。あ、修善寺の方に、はい、すごいな。今日私修善寺からこれで自転車で来たんですよ。あ、そうなんですか、ええ、国道じゃなくて山の中を通って70キロ。すごいな、私自転車よりもはるかに過酷じゃないですか。すごいな。そこの2階になります。ありがとうございました。はい、ええ、よいしょ。なるほど、いろいろ勉強になった。楽はね、本当にボランティアセンターは、なるほどね。明日の朝スタートで修善寺まで山中走っていくそうですよ。私が今日走った道よりもはるかに過酷な道を自分の足で行くんですよ、1日で。多分すごいな。マダムと結構スタッフの人はその辺の人にみんな挨拶されてますね。でこの人たちがその走る人たちですね。若いね、やっぱりみんな。あ、うわ、すごい。トレランのこれは参加する人たちですね。すごいな、みんなバスで来てる。で明日朝6時出発だから、みんな泊まらざるを得ないんですね。すげえな。で今日多分夜酒飲んでしまう人もいるんだろうな。酒飲んでDNS の人とかいるんだろうか、 Do not start の人とか。今日は本当になんか一大イベントの日なんです。一大イベントの前日か。ってことは私が明日走ってると、9時に桜餅買いに来て、あら、もうその時は出発した後ですね。何が楽しいのかな。それは私も言われる話なので、そりゃ。じゃあ宿の方に向かいますか。こっからは何度も通ったあっちの方の道に行けばいいかな。出る頃にゴール。いや、ゴール、そこまで。うわ、危ねえ、道が崩れてた、びっくりした。何が楽しいのか。すみません、何が楽しいんですか。びっくりした、今足ついたら道が崩れてるところだった。ちょっと、あ、すみません。今のはちゃんと止まれなかったかもしれないな。またババカ、このスライムやろう。減ってきてますか。減ってるのか。このトレイルランは何年目ぐらいなんですかね。まあでもトレイルランで時間制限ありで、早く行くってことは達成感が一番大きいんじゃないですかね。おー、花畑。これは河津じゃない方か、ない方かな。桜は、あそこちょっと咲いてますね。で、菜の花大体いつの時期でも咲いてる気がする。河津の方では河津桜のピンクと菜の花の黄色が、八尾藩、ヤオハンってなんだっけ、スーパーだっけ、パチンコ屋だっけ、ヤオハン、どっちかでしたよね、確か。
私の頭の中だと8割パチンコ屋なんですけど、ヤオハン。ヤオヤだよ。ヤオヤ？スーパー？間違えた。マックスバリューありますね、イオンの。西風か。バチヤハマルハン。あ、マルハンか。マルハンとヤオハンは違いますか。春ですよね。あの今日は特別暖かいんですけど、もうすぐベストの時期になりますね。日が長くてあの暖かいっていう、暑くも寒くもないっていう時期になるんで。元八百屋。あ、八百屋ですか。こっち行こう。あ、そうだ、足湯があるのは確かあっち側だな。まあいいや、仕方がない。渡れたら向こうに渡ろう。あ、奈良さんいらっしゃいませ。今日は BB ロードっていう、 BBROAD で検索するとすぐ出るんですけど、何らかの温泉地帯の近くです。温泉地の近く、ここから6キロ、もう5キロくらいかな。花粉症は今日はなんかあまり平気じゃないです。いや、もう風が。ここから先自転車の通行、いい道なのに。じゃあ遠慮するよ。いつもは遠慮しない私だけれども。残念。行かねえ。やっぱり爆走自転車がいるからじゃないですかね。マスコミでも煽られてるし。姉ちゃんと。チャンネートですか、チャンネート。そう、自転車実際人にぶつかるとえらい危ないですよね。金属の塊を、あそこ、あの遠慮してくださいって言い方も確かに、あの入るなとは書いてないんですよね。遠慮お願いしますって言ってるだけであって、相手が遠慮しなかったら罰を与えるというわけにはいかないですよね。風強いね。あ、確か前この辺で泊まった松見園っていうところが確かあったと思うんだけど、あの最近の宿一覧で見たらなかったんですよね。もうやめたのかな。もう10年ぐらい前に泊まりに行きました、この辺。一遍泊まったのがユースホステル三要素というところで、そこは実は去年閉館しちゃったみたいですね。あの実際にフェアレントさんが確か体調悪くなったとかで、もうだいぶ高齢の方なんで、で前泊まったことがある三要素っていうのはここで、あ、ここでっていうか、あのもう今やってないらしいです。でそれとは別に松見園っていうところのここら辺りのどっかに泊まったんですよね。カメラ左向いてる。笑左向いてる。田んぼの真ん中で傾いてるってことか。これヘルメットが傾くんですよ。私はヘルメットの被り方がしょっちゅう傾いてるみたいで。こっちまではさすがに交差してないですね。交差、うん、ママチャリでここまで来たの。ママチャリじゃないし、ここまで走ってきたわけでもないです。細身運転。右に松見園、本当かな。もうやってないんだとしたら看板も出てないだろうからな。確かこういう田んぼのどっかにあったんですよね。正月に過去泊まった宿から年賀状届きますか。年賀状、どっかから来てたような気がする。来てたかもしれないです。ここはリタイアした人が住んでます。リタイアした人。あ、もう夕日ですね。やってるよ。松見やってますかね。松が美しい、あの園、ジョジョ園の園。さて、通り過ぎたかな、足湯は。いいな。いいとこだな。うん。夕日に。刺身天ぷら。こんにちは。もう松崎近辺ですかね。もう松崎の町中先回ってきたところです。あ、それじゃないですか。年賀状配信。もう少しかな、じゃあ。年賀状配信。ヒヒヒ。なんてとこだったっけ、名前も忘れた。足湯まだ大丈夫じゃないかな。
サルーテだから、あ、もうすぐだ、もうすぐだ。あとコンビニが近くにある。ご無事で、お達者で。自転車乗って何キロ痩せた？自転車乗って乗る前に10キロ痩せました。乗るためにじゃなくて、私が一時期体重70キロまで行って60キロまで落としたのは自転車乗り始める前です、確か。あれ、コンビニない。サークル経過なんかがあるはずなのに。筋肉じゃない、筋肉、筋肉もあんまついてない。あ、サークル経あった。うん、桜だ。コンビニあった、あった。落ちた。ああ、落としたのはですね、夕食を少し減らしたのと、あと会社通勤で一駅歩くようにしたんですよ。その歩きがなんか劇的に効果あったみたいです。あ、桜田って場所のことか。桜田交差点、桜田の信号。健康に、うーん、どうかな。まあ乗り方にもよるんですけど、悪くはないじゃないですかね。悪くないと思います。て、どっかの宿の、どっかの宿のオーナーさんが悪くないの口癖だったな。ん？何です？ん？春の前、足、あれ？サルーテの近くだから、まだ先じゃないかな。あそこサルーテ。ん？何キロぐらい？耳？寄り道売店、営業時間8時16時。これじゃないよな。どっぷら、あ、え、手前、あ、温泉あるな。あれか、もしかしてあれか、なんかあそこに野良足みたいなのがあるんですけど、あれか。うん、松崎温泉、自噴1350リットルパース75度。あれか、丸見えですね、こっからだと。やばいな、こっから見え、丸見えなので。で、これまた自転車落としそうだな。よっと、大丈夫か。そこまでして、いや、丸見えじゃないですか、こっからだと。健康足湯、あ、でもなんか囲ってあるエリアがある。水虫、私水虫はですね、一時期なんか水虫らしい症状があったんですけど、もう大丈夫ですね。おお、スズメ。健康足の決まり事、無料です。足を洗ってお入りください。竹は濡れていると滑るので滑りますので、ご注意ください。施設内事故については責任を負えません。掃除時間朝6時から8時半。お湯の出口はこの2人の駐車場、あとからきれいに使いましょう。温泉、ん、お湯が張ってあるかな。この出入り口は何のための、ポタファイヤー、大丈夫です。あ、今持ってきてます。今もうズボンのサイドポケットに入れてたんですよ。もう終わる、ん、これであと100キロ走れる。なぜ足湯に入るのに。うわー、暑そう。で、この暑いのにこの緑色ってことは、何らかの植物が、もか苔みたいなものが生えてるんですよね。これか。湯口高温のため中いしてください。これか。足洗って入るとどうやって。洗い物がないんですけど、これで足洗ってから入るってことかな。一番暑くなさそうなとこに行こう。私暑いの苦手なんで。じゃあちょっと待って、今時間何時。5時21分。あ、意外と時間やばい、意外と時間やばい。6時を目指すなら。無料って書いてあるから、無料だけど許可制っていうんだったら別だけど。よいしょ。暑いと思いますよ。入浴配信、タイトル変えて宿、入浴配信にしなきゃ。しかも混浴とか変えといたらもうバッチリですよね。混浴生放送、
で女性は別にいないし足だけれどもちょっとだけ入っていこう。いや、そうマジックテープの靴バリバリ。暑いかな暑いかな。あ、そんな暑くない。とりあえず足の指の間をある程度洗えばある程度効果あるんじゃないかな。よいしょ。ああ、おお、あ、そんなに暑くなくていいな。 ここだからかもしれない。タグ編集、そうタグ編集もとっくの昔に禁止してますからね。このぬくいぬくい、あ、なんか暑くなくていいですね。ここ私温泉基本的にぬるい方が好きなんですよ。一番そこから離れたところに入ってるのもありますね。自分の足、そう、これ混浴ですよね。多分男湯も女湯も書いてないし、ただあの更衣室が気になる。なんであそこに更衣室があるんだ。自転車も入れてやりましょう。自転車やめてくれ。今日はもうすでに自転車水浴びしてるから。ああ、あの、ドクターフィッシュでもいますよね。向こうにあの脱ぎ捨てられてるのが私の、あの靴下でございます。足はなんとなく履いたら得する気分になるんですよね。個室であと5キロだから、まあ30分で十分着くかな。ほとんど登んないし。かわいそうな靴下。周りの景色、田んぼですよね。いいよ、今いいよね。タメ口ない人だったな。タメ口を聞こうとしたんじゃなくて、なんか口が滑っただけだな今のは。私は自分が言おうとした言葉がそのまま出てこないことがあります。あ、これ結構あの長い間履いてられそうですよ。足湯だけど暑くないから。花は咲いてますか。花ポピーみたいなのがパラパラ咲いてますね。すいません。あ、あれあれ走ってるの子供か。そう、混浴配信、混浴露天風呂配信かっこ足。なんであの子供たちみんな走ってるんだ。エフラフ、あ、行ってみましょうか。さりげなく、そう、それがやたら速い人いますよね。車ポピー、あっち、ちょっと待った、あっち、え、この区画1個移動しただけでこんなに暑いのか。もうちょっと絞るか。ああ、こんな放送向きのネタを、いらんわ、こんなネタいらんわ。靴下洗わないでください。全くです。靴下やらかしました。美味しいですね。よっと、靴下が足湯に、よいしょ。笑いの今の GoPro でも撮れたはずですよ。うん、どうすかなこれ。このまま履いて、とりあえず宿まで行って、あとは乾いた貝にするか。まあ今日寒くないからこれでも大丈夫なんですけどね。これで寒い日だったらやってられん。カメラ写真撮らなかったな。うわぁ、ダメだ、ちょっと。さすがに厳しいな。でもどっちしろあそこまで行かないと、貝の靴下ないんで。うわぁ。濡れた靴下履くのはかなり厳しい。よいしょ。すごい勢いですね、今コメントが。狙ってないのに今の。狙ってないからこそ価値は高いんだよな、こういうのは。我ながら美味しいとは思ったけれども、だいぶ足深いです。よいしょ。ふぅ。ああ、靴下が。靴下で。よいしょ。この長い靴下と、タイツを履いてるんで、タイツのここにくびれができる。ふぅ、二重足靴下です。結構風強いんですよね。油断してました。さから全然吹いてなかったから油断してた。あとやっぱり。おぉ。あ、ここだけ暑い。あれ、おかしい。こっちよりも、
こっちの方、あっち。なんで？あそこから浮いててるのになんで？台本通りとはちょっといかんな。靴下脱いだ。もうちょっと引っ張るべきだったかな。ふう。何があった？靴下がポチャン。ちょっともうちょっとあの。もうちょっと。よいしょ。スタイリッシュ人が。まだ姿つくな。あれお湯じゃないんじゃね？足跡、わらわら。だいぶ濡れてる。これ履かないとだって、あ、そうか、別に履かずに靴履いててもいいのか。ふぅ。いや、いたずらなく乾かそうとしてるんですよ、一応。わー、気持ち悪い。ちょっとダメですね。今慌てる間にカメラとか落とさなくてよかったな。というわけで、露天風呂、露天足湯でした。なかなか楽しかったですね。ほこり集め、確かに。あ、バスだ。振り返るように、いや、今の瞬間写真撮れてないんで、それも動画から切り出さないと。確かに履かなくてよかったですね。ふう、あ、風呂桶、ありがとうございます。洗面器ですね。ふう、もう入らないですよ。いい思い出できましたね。戻します。大丈夫です。ふう、更衣室わかんないですよね。なんでだろう。靴を脱ぐのにも更衣室がいる人がいるわけじゃないですよね。靴脱ぐのは確かに。というわけで今度はサルーテさんで食べに行ってこようかな。これイタリア料理店ですよね。私パスタ好きなので、トッピング、イナガリコーヒー牛乳。確かに、確かにイナガリにはコーヒー牛乳だな。もう17時半だ。うん、あんなとこに全くです。靴の中に全くです。あなたは正論を言っています。お店ありますね。地魚ピザ、地魚ピザか、それとも地魚とピザとパスタ別々か。靴脱がせた。いや、こんにちは。相手でなんか砂が当たった。ほら、ポピーが、ポピーじゃないかこれ。なんか黄色とオレンジの花がポツポツ咲いてますね。ふう、やらかしたやらかした。今日もまたやらかした。車に検証動画。そうなんか、いや、靴自体は濡れてないから、まだそんなにそこまで完璧に不快じゃないです。半端に不快です。足入ってる。ん、足ない。バチ当たる。今日なんかいろいろやってますよね。自転車転げ落ちるし、オール足のわかんねえ。あ、スローにそうしましょうか。わざわざ編集して。ベニバナ畑かな。一緒に。今日寒くなくてよかった。日本とかよ。あ、そうですね、確か水難ですね、午前中のも。そう、ああいうハプニング起きるとコメント増えますね。狙ってるわけじゃないんだけどな。でも狙ってないからこそ美味しい。あれが普通に一人で旅行してる時だったらネタとして消化しづらいんですよね。あれはなんかそのリアルタイムだからっていうのもさらに盛り上がるところですよね。うん、あ、期間限定なんですかあれ。夏場やってないっていうことかな。じゃあ、コメント数が瞬間的に。あ、旅行は時間は特に指定してないんですけど、まあ、18時の人が普通の宿は大丈夫だと思います。ん、時間の梅雨が。そう、映ってないんですね。自転車落ちる瞬間の私の表情しか映ってないんですよ、あれ。結構ですね。もうちょっと峠まではいつも通り時間かかるかと思ったらもう少し早かった。ほんの少しだけど。
どうしたですね。ご飯は夕食頼んでます。楽しみです。で、GoPro まだ動いてるの大丈夫かな。途中なんか、取ること優先に、昨夜の野球見てないですいません、非国民ですいませんという話ですよね。あ、犬、あの犬はなぜあそこにいる。杉枠、そうですね、今日は BB ロード。こんにちは。あの、薄犬いるけど反応しない。ラド配信は電波あれば、エリア上は電波はないはずなんですよ。でも多分あるんじゃないかな。アルコールは特にいらない。風の後ろから近づいてですね、これ明るいです。つまんない。あ、野球のことか。いや、つまるつまらない以前に、私はスポーツ系は特に見てないので。今日はユースホステルじゃないんですけど、それに近い携帯ですね。値段もそれに近い。素泊まりだったら3500円のライダーの宿です。ライダーハウスってわけではないけど。で、あの BB ロードのオーナーさんの日記っていう掲示板の名前なんですけど、そこ見るとバイクの人が、あのバイクの人の集合写真がやたらたくさん写ってます。自転車はいないんですけど、あの中にホークスファンじゃなかとですよ。特にあの広島カープがもう現像してないだろうと思ったら、まだ現像してたっていうぐらいの人間ですから。この辺、あ、右足が南海。南海ホークスは一番最初のホークスなんですかね。三要素は今やってないんですよ。調べてみたら、あの去年の、いや、何それ、去年の4月か5月くらいに、あのもうホークスってやめちゃったみたいです。あのオーナーさんの多分80代ぐらいじゃないのかな、体調が悪くなったとかで。いや、雑魚寝ではないと思いますよ。多分二段ベッドか何か。電波ですね。もう終わりますかね。宿まではあと何キロぐらいかな。3、4キロ。そう、アットホームなお店でございます。っていうか、お店？お店かな。まあ宿です。そうそう、バイクも。大沢温泉ホテル。大沢っていう地区だったかな、あの辺りは。それからもうちょっとだけあの東側に行ったとこです。お疲れ様です。ちょっとあれ面白いな。お疲れ様です。間に合うかな。増水時に決壊を防ぐため川底を掘削しています。危ない、溢れちゃうよ。もう大丈夫、溢れないよ。何これ。分かりやすい看板最近見るけど、これ珍しい。溢れちゃうよ、もう大丈夫、溢れないよ。そうそう、 BB ロードです。そう、どう違うんですかね、これ。浅く、ああ浅くというか、遠浅的なところを掘っちゃってるんですね。掘っちゃってるんですね。なんか可愛いですよね、珍しいような、ここまでやってるのは。危ない、溢れちゃうよ。もう大丈夫、溢れないよ。確か違いますね。水草も全部取っ払って掘ってあります。横棒、うん、そう、邪魔な緑、あ、終わった。こういうなんか面白くしてるってのは珍しいな、本当に珍しいというか、オリジナルなのかな。
ばんは。もうすぐ到着。もうすぐ。よし。あれ？こうか。よし、行った。よし、ちょっと今手戻りましたけど、これで行きましたね。おー、電波いいな。というわけで、じゃあ行きましょうかね。いらっしゃいませ。大沢宗なんとかの家。夕日。靴下。やらかしましたよ。やらかしましたさ。いらっしゃいませ。よいしょ。うん。なかなか夕日綺麗ですね。今度までもうちょい。もう書きましたよ。当たり前じゃないですか。びちゃびちゃでございますよ。ああ、風は楽だな。追い風になったから。龍宮城はまだです。あ、いい匂いがする。なんか醤油で煮た系の匂いだ。私はなんかちょくちょく食って、いやそうでもないよな。そう、戦っております。深い深いですか。さようで。あれ、そういえば桜葉工場の匂いがしない。この道沿いじゃなかったっけ、工場があるのは。桜餅に使われる桜の葉っぱの生産日本一、松崎町でございます。河津桜は今日見たやつにどれかがそうだったかもしれないです。どれが違いますって。金目市場、もうすぐ道の駅があって、その先かな。その先分岐してから少し行ったところ。明日は持ち配信からスタートですか。持ち配信、そうですね、宿の出発のところからできればいいんですけどね。今日はロボさんから体張って、いやいや意図してないです、それは。結構山の方ですよね。だから寒い時期は本当に寒いんじゃないかな。いらっしゃいませ。標高ほぼ30メートルとかそんぐらいしかないですけどね。30だったか50だったか。道の駅は前からあったような、確か山陽荘からちょっと行ったところ。山陽荘のちょっとこっち側。星が今日はどうですかね。私は今濡れております。自転車今日溝に落としました。水路になんか、2メートルぐらいの高低差で落ちました。今日は旅館というか、あのライダーの宿です。 BB ロード意味局。ストリート、何の話をしてるかわからない。買ったばっかり。もうあと数ヶ月で1年経ちますね。どうやって落としたかというと、風が吹いて落ちた。細かく言うと、あのサドル引っ掛けて止めるタイプの自転車スタンドに引っ掛けてたんですけど、後ろ荷重なもんで、そのサドルがあんまり深く引っ掛かってなくて、そこに風が吹いて落っこちました。
しかも落ちた先がその自転車スタンドが置いてある白蟹橋、あれもう1年も経つのか、確か買ったのが 5月6月ぐらいですかね。風で自転車がふわり、あれこの蟹のやつ、うん、まあ山ってほど高くはないんですけどね。で、何途中まで走ってるんだっけ、そう、水の中でした、そうそう。まあ、スローモーションに、いや、幸い荷物がその水まで、水路まで落ちなくてよかったです。カニ、うん、水は浅かったです。同じ流れ、野宿じゃないけど野宿できるぐらいの気温ですね今日は。神ターン、ロボさんが落ちた瞬間フリーズしてましたね、うん、落ちた瞬間、そうそうそうあっていう感じで、どんな表情してたのかなあの時は。沼配信、手賀沼と今沼だったら私でございます。カンタ君、ペリカンのカンタ君、あそこにペリカンがいてびっくりしたけど早めに頑張ります。今日は野宿配信じゃないです。冬場はあのペリカンはあそこに十何だっけ、16年17年かな、なんていませんよね、そんな人いません。誰が仕掛けた罠だったの罠ですか。であのペリカンは超ベテランでしたよ。この間のウェブアルバムにそのペリカン見つけた時の動画があるんですけどね、なんであそこにペリカンがいるのかが理解できなかった。日が長くなりましたね、まだ明るい、そう長くなりましたね。あ、ここの道の駅温泉あったっけ。ここは道の駅三星園ってとこで、そう、あの、いや、あいつは超ベテランでしたよ。なんか思ったより有名ってほどではないんですけどね。でも1994年だったか6年ぐらいから、あのカゴ抜けってまあ飼育されてたのが、ペットか何かだったのが逃げ出してか離されてかで、あそこにずっと居ついてるらしいです。あそこを私発見したところは吉なんとか、あの吉なんとか騎乗っていう、あの水汲み上げるじゃなくて何かな、まあとにかくなんか水を操作する場所だったんですけど、ずっとあそこにいたらしいです。いるらしいです。温泉盗撮するなよ、貫禄ありましたね。で、うん、そうそう貫禄ありましたよね。私が相当近づかないと動かなかったからな。旧大沢学者、うん、やっぱこの辺りが大沢か、うん、ここを前来た時は確か山陽荘に泊まって翌朝通過したんだったかな。でこの道をなんか素直にまっすぐ行ったらバサラ峠っていう峠に行きます。バサラ峠、何が、おっつつよっと、で素直じゃない方の道左にちょっと行ったりすると大な、鍋、あれ大鍋越えかというあのダートの林道があってぐらいかな道としては、うん、でバサラ峠越えたら向こう下田まで降り、素直に降りるわけじゃなくて下鴨通るか。明日バサラ峠越えるの？いやバサラ峠じゃない方向行こうかと。私は明日の朝またこの道戻って松崎からちょっと南下してジャイシ峠って方に行こうかと思ってます。ジャイシ車中泊はわっと、でも伊豆観光来てる人多そうだから車中泊の人もいるかもしれないですね。この辺り道の駅他にないような確か。伊豆半島で道の駅ってそこだけかな、違うかな、他に道の駅あったっけ、東伊豆の方とか。いいか、んアドバンコンピュータシステムあるんですか近くに、地図で。ん？ついでにご飯もただ。あ、行き過ぎた。え、どこにあった今？どこにあった分岐？早速ありがとうございます。え、今どこにあった？ここは静岡県です。
静岡県ではあるけれども、伊豆とそれ以外はだいぶ違うんじゃないかな。下田にあるよ。下田に、あ、道の駅あります。あ、リスナーありがとうございます。助かりました。やっぱり春めいてるな。ちょっと春めいてそこにそこにこれですね。これがニコナビですね。わかりづら、すごいな。こっからもうすぐのはず、あと 1,2 キロぐらい、1キロぐらいかな。わあ。ルミックス？分かりづらいせいですよ。分かりやすかったらちゃんと間違わずに行けたのに。道が悪い。お。地元です。お、地元の方ですか。なんかライトアップが。竜宮城。ここから先がなんか大沢の温泉郷になるのかな。露天風呂橋渡って700メートルってどういうこと？途中に露天風呂があるみたいですね。あ、ライダーの宿。今日行く宿はこれです。もう暗いの？ BB ロード。もうそろそろ暗くなってきましたね。日はさっき暮れたので。ライト点灯しろよ。ライトですね。点灯。露天風呂とラップ楽しみです。ラップ。うちの実家山形なので山形にも。山形、あ、放送で行ったことあるか、あるな。放送で前あのツールドラフランスに出るために放送しながら行ったことあります。でもあまり放送できなかったな。あの陶芸駅っていう米沢駅の手前 の山の上の駅に、駅から降りて走りました。あの駅は大変面白かったです。ん、美味しそうな。これはあの紀伊半島の川湯温泉っていうところにちょっと似てる感じがする。露天風呂はあそこで山の中じゃないけど釣り橋ですか。でこの温泉地からちょっと外れた向こう側に今日の宿があるはずです。狭い道だな。おいかにも川沿いの温泉街。こんにちは。整った顔してるな。さよなら。猫いました。猫さんだ。かわいい。今の猫はなんか綺麗でしたね。あら、吠えられず。ワンとか言ったらびっくりしますよ、私が。ヤンヤンも吠えないだろ。わら。ストカードつけるなよ。あっさりお別れ。ストカード。遠隔ネタか。あ、バスだ。こっちバスが通ってるのか。違う、あれかな。路線バスじゃないバスかな。観光バスかな。ワンステップバスで。いや、やっぱり路線バスだ。へえ。こっちの方にもバス来てるんですね。退避しました。引かれないように。コンビニはこの感じだとなさそうですね。路線バスだ。東海バス。退避。退避。食堂民宿を取り。川に落ちそう。いい感じの田舎道だな。田舎、これは温泉地に完全温泉地って感じでもないな。小川がいい感じだな。川湯温泉とかよりはまだ規模は小さいな。サークル系、あ、買い物とかですかね。バーサイド。俺も知ってる伊豆半島と違う。半島ですか。あ、そうか、もうそろそろか。切れたらそれまでです。すいません。あ、それ考えることありますね。釣りですか。釣り橋ってどこにあるんだろう。結局結構奥まで行きますね。電波途中でなくなる可能性があります。お、ジオンだ。落ちちゃダメですよね。
あ、今のところ吊り橋って吊ってないけど、あそこに温泉あるんですか、露天風呂。もしかしたらライダーハウスじゃないや、BB ロードの泊まり客でみんなで行くかもしれないですね。みんな集団で行くことがよくあるんで、ああいう宿だ、ああいう宿だと。もう切れてるかな。回収切れたらそれまででございます。復活しなかしてないかな、これで。連絡。たまたま居眠り運転の車に出くわす恐怖。うん、動いた。動きました。宿までもうちょいです。あそこかな、あの明かりがついてるとこかな、多分そこだ。電波かな、電波しました。電波でしょう。第13くらいにランクインしました。 P 到着したっぽい。あ、書いてある BB ロード、ここです。写真が手ぶれるな、こりゃ。うわ、入り口どこ、あれか。おい、犬犬犬、宿ついてるんですが。ワンワン、確か犬が2匹いる。到着。やっぱ電波ないか。よ、到着。コメント届かないかな。あ、こんにちは。ギリギリ。夕食は何時からですかね。あ、じゃあ大丈夫ですね。どちらからですか。今日は修善寺からです。修善寺から、ね、136で来たんですか。ですね、西名峠通って来ました。で、今これそこまでフォーマの電波があったんで、これで個人の趣味で生放送しながら来たんですけど。あ、中に入れば Wi-Fi があります。はい、ニコ生ですか。あ、そうです、ニコ生と、あと動画も一緒に撮りながら。パスワードはあります。あ、じゃあちょっとこの辺りまで来たら最後に着きましたっていう映像を見せようと思って。なるほど。スタンドはないやつですね。あ、そうです。ネットワークの。あ、見えた。これがだ。じゃあここにでも立てかけてください。あ、ありがとうございます。ログアウトしました。お、届いた。接続を開始します。ここで Wi-Fi 繋がります。え、繋がっ、これがですよね。よいしょ。よいしょ。どうだ。おー、電波強い。お、再接続に成功しました。行ってる行ってるですね。ここです、ここです。Y Y あり、奇跡的というか、これはこれでございます。ここビビロード、フォーマー届いてないんですよ。というわけで宿配信もできそうですね。まあ個人部屋で他の人は迷惑ならなければですけどね。というわけで、これから夜7時から夕食らしいですので、じゃあ今日は2階から。ありがとうございました。これで今日はおしまいです。夜配信はできたらやりますけど、まあツイッターでそのあたりお知らせします。では、ありがとうございました。お疲れ様です。焚き火どうかな。それでは、ありがとうございます。というわけで終了。
ました。で、GoPro も終了。